天かける竜となる。極めるぜ。豊臣軍と正面切って戦うのは愚の骨頂。乱を利用することが勝利の鍵でございます。まずは豊臣の先遣隊と戦う一騎衆の援護を。一騎衆の敗走は戦の敗北と心得くださいませ。伊達家取り潰しは何としてでも避けねば。この戦必ず勝利に導いてご覧に入れます。葛西様と大崎様は要所の守備を、お二人のお力が必要なのでございます。おお、分かった。任せておくがよい。豊臣の本体は木村様救出に動きましょう。その通り道に伏兵を配送。開門。さて次は東西に戦線を伸ばしましょう。戦場を南北に分断するのです。大軍相手に戦線を伸ばすじゃと？影は固まって戦うのが定石ではないか。いえ、物量に勝る豊臣の基本戦法は包囲。固まれば囲まれて壊滅は必至でございます。火災砦と大崎砦は落とされてはなりません。豊臣の連携を妨げる砦でございます。こんな負け戦やってられっかよ。最下手撤退だ撤退。役賊伊達を成敗しに来た。豊臣の物量の前に潔く屈するがいい。やはり南北から包囲なさるご様子。しかも北は寄せ集めの大名が。翻弄しやすいのは北と見ました。黒羽巻組、偽の情報を流してください。遠慮、木村軍壊滅の危機、至急救援されたし。立花様、負けるために九州からご遠征とはご愁傷様でございます。メガネ、その言葉飲み込むなよ。立花は敵の殲滅に向かう。続け。見て寄れ。なぜ北の奴らは勝手に動く。勝利していれば敵は何もできぬものを。伊達が戦場中央を抑えている故に、こちらの指示が届かぬ流れだぞ。仕方ないにゃん。あっしら忍びの出番ですね。北と南で連携されては困ります。忍びの方には消えていただかなくては。これにて北の一角は崩れました。敵の勢いも弱まることでございましょう。開門。
なんすか？邪魔するなら消しちゃいますよ。上出来でございます。さて、黒羽ばき組、北の敵陣へ偽情報。三成様より伝令、即刻中央東砦で攻め込むべし。よっしゃー、待ちに待った進軍命令ね。開門。三成、北との連携を取るのが先決だ。連携を阻んでいるのは火災砦と大崎砦。よし、すぐに兵を派遣しよう。雪村、砦のダッシュを頼む。三成殿、お任せあれ。我が武勇、今こそ示す時。開門。義の同志雪村に負けてはおれぬな。私がもう一方の砦を落とそう。流れは変えさせる。開門。早くも両軍での重要性にお気づきとは。豊臣軍にも優秀な人材がいらっしゃる。こうなれば砦を守りきるまでよ。ご安心を、政宗さん。次の策も当然ご用意してございます。最下衆出番だ。小十郎、絶対に可愛い子ちゃん紹介しろよ。中だと。呼ぶな、迎撃態勢を取れ。雪村さん、やはり私は理解いたしかねます。闘志や魂を示して後に何が残るか。両砦を守ることができました。葛西様、大崎様の守る砦は伊達の生命線。お二人は何としてもお守りくださいませ。鬼島津の力、ここに見せる。いつまで最下衆に好き勝手やらせている。俺が直々に倒してやる。開門。豊臣の総大将を狙う時、増援は捨ておくべきでございます。分かっておる。全軍三成に突撃せい。ようやった小次郎。さて、大事なのはこの後じゃな。さすがは政宗様ですが、ご安心を。この小十郎に策がございますよ。